サッカーをもっと楽しむためにミルクサッカーアカデミー井上真央でございます。ノーミルク佐藤でございます。今日もよろしくお願いします。今日の授業はこちらでございますねと。遺跡の話、チャンスクリエイター編10選。やりました。このシリーズですね。はい。こんな話もしていきましょうよということですね。まあ夏にね、どんな人たちがこう動くのかってことを、まあ J1、2、3だけここには書いてますけど、他にもヨーロッパの選手含めまして、どんな選手が動くのかな、動きそうかなってことを今日は話していきたいと思います。動いちゃおう、動いてチャンスをクリエイトしちゃおう、ピッチ内外で。ということで、こんなメンバーです。順に見ていきましょう。せーの、ドン。出ました。こんなところかなというところでございますよ。いやーもうね、噂されてる方もいれば、おっとっとっと、おえー、おえ。いやー、なるほど。ちょっと詳しく。はい。まず左側から行きましょう。左上から。目につくとこから行っちゃうんですか、これは。まあ左上から行きましょう。はい。鹿島荒木遼太郎選手でございます。はい、まあね、まあこの夏動くかはまだわかりませんけど。常々言われてますけども。そうですね。うん、でもまだこう、カタールワールドカップに行くかと言われたらどうなんだろうってところもまだね、代表歴から考えてありますので。鹿島で出したい結果もあるでしょうから。そうなんですよね。だから、どうなるかわかんないけど、まあ、いわゆる、もう壊れる可能性はやっぱ高い人ではありますよね。ブロー君じゃないですよね。求められると思うのね。難しいんですよ、言葉遣いが壊れるとかさ。壊れちゃうって思うのバカだから、こっちは。壊れちゃったら大変でしょ、国の宝なんだから。俺が言わないでしょ。絶対みんな思うよ、一瞬。いやー、ラッキー君って思っちゃうんだから、そうですよ。でもそこちゃんとブロー君って返してるマーさんも素晴らしいですね。Thank you. Go ahead, please, Mr. 佐藤。ということで、その荒木選手ね、トップ下の位置とか、あといわゆるシャドウの位置とか、あとは、まあ、ウイングシャドウって言って、いわゆる外から中に入り込んでくる形だとか、いわゆるなんかヨーロッパでも好きそうな感じの戦術のことを体現できる選手なので、まあ、やっぱり、まあ、主に、まあ、セルティック含めてちょっとね、可能性はあるんじゃないかというところはあるかもしれない。でも着せちゃったね、今一回ね。ですね。ただ僕、こっちも面白いんじゃないかっていう大卒ルーキー。鳥栖ですね。菊池太一選手でございます。太一選手ってもね。太一。太一選手、ごめんなさい。琉球大から今年ね、鳥栖に入ってきた選手にもありますけれども、まあ、大卒ルーキーなんですが、今ですね、いわゆるカバー範囲みたいなものをデータ化することができるんですよ。走行距離だとか、まあ、どこでボール奪ったとかで考えると、まあ、立花田健と王はどっちかって感じなんですよね。もう。ああ、すごい。J1 の中でも、最も広いエリアをカバーできる人。なんかその点をつないで面積にしたりとかできるんだ。そうそうそう。要は、旗手レオみたいな感じになってるわけですよ。どこでもおるやんみたいな状態。なるほどね。なんで、そういう人ってやっぱ最近壊れる、こちらもまた言っちゃいましたけど。壊れないですよ。大丈夫ですよ。求められるってことですね。そう、求められるのが増えてきてるので。まあこれも海外、まあ、さすがにこの夏はないかもしれないけど、それこそね、先輩、林大地が1年半ぐらいで行ったように、あるんじゃないっていうパターンもありえますから。つながりがありますからね。そうですね。気になりますね。そして、その後2人でございます。梶川亮太選手プラス平戸大輝選手のお二人でございます。この2人はここに書いたけど、移籍はないと思う。できない。チームの中心ですからね。へそであり心臓。ですね。リーグの中心でもある、なんなら MVP 争いだと思います。梶川選手に関しては、チャンスをこう作ったから、クリエイトチャンス決定力って書きましたけど、要は、梶川選手が奏でた音色、まあパスですね、要はね。彼が作ったチャンスがシュートに結びついた、もしくは得点に結びついたってのは、J 全体のダントツナンバーワンです。ああ、そういうシーンよく見ますよ、今シーズンね。そうなんですよ。だからこそ他のチームの皆さんとしては欲しいけど、まあ、恋かじが離れることはないでしょうと。そういうことですね。思っておりますね。そうですか。またコラボしましょう。梶川選手、小池選手、よろしくお願いします。ね、お願い。もうキャンプの時からね、もう実ってんですね。ああいうね、シーズン通して見せてもらってるからね、嬉しいですよね。そして続いてが平戸選手でございます。とんがってましたもんね、一日キャンプで追い込んでね。大変なんだな、キャンプっていうのが伝わってきましたけどね。ね、確かにね。続いてこの平戸選手なんですよね。ワセデブライネ。勝手に呼んでますけど。ワセデブ。悪口みたいな、なんか。いやいやいや。ワセデブ。ね、素晴らしい。彼に関しては、まあ、あっても、移籍の話があっても、まあ、拒否でしょうね。そうですか。間違いないと思います。まあ、今年キャプテンマークも巻いてますけど、9試合で4ゴール4アシスト。なんじゃこら、この成績。これですよ。ペース的にいったら20ゴール20アシストぐらい。ありえないですね。メッシです、もうそこまで。そうだね。達成していただきたいね。そうですね、そのレベルまでいけるんじゃないかという選手でございます。そして続いてが、甲府の長谷川選手でございます。はい、9試合でここまで5ゴール。で、あとは、ラストパスを放った数がリーグ3位で、あとはシュート数が、ミッドフィルダー、ディフェンダー、ゴールキーパーの中では、当然ながら1位となっております。キレキレでございますね。ですね。僕は夏動いてもあり得る話だなと思っていて、甲府からよく行く先って言ったら、やっぱり広島とか柏だったりとか、あとは鳥栖だとかも、なんか合いそうだなっていうところに入れてはみましたけど、さてどうかっていうところですね。これ大体結構当たるんだよな、先生のやつな、毎年見てる。まあどうかわからないけど、ただ、後半戦はこのね、J1 の。高いってことね。ありがとうございます。そうですね。J1 の皆さん的には、この長谷川選手をどこが取るのかっていうところでも、順位変わってくるかもしれません。もうね、すぐ壊れるでしょうね。そうです。めちゃくちゃもう、ブロークの話じゃないですよ、皆さんね。はい。先生、今は先生が、そういう方しないでくださいって言って完結ですよ、今までの流れが。あ、本当ですか？これまだまだあるんだと思ってました。だからここを伏線としてまた完結に向かっていきましょうね、次のね。なるほどね。忘れてないことを祈ります。右側ですね。宮崎今度は下澤優太選手でございます。下澤選手ね。もともと法政大の選手だったんですけど、から、そう、秋田行ってって感じだった。いわゆる、法政大でもう、どんだったの？そうそう。ガラガラガラ、てれれー、てれれ、おぬしら、部室の掃除どないなったんじゃ。芝君ぞ、っていう感じ？誰？法政のドンのイメージでしょうよ。いや、全く分かんなかったわ。ドンっていうから、なんか雑なイメージでいいでしょ、そんなね。誰とかじゃないでしょ。ドンっていうのはジャンル名でしょ。なんかキャラクターだと思ったらいい。だからキャラクターですけど、ドンですよ、だから。静かなるドンとかそういう系。静かなると読んだことあるんですか？どうせないんでしょ？はい。言ったって分かんないんですよ。ドンですよ。だから、ドンを表現したんですよ。はい。ただ、いわゆるポゼッション型に合う選手だったんだけど、まあ、秋田はなかなかそうではなかったので、まあ、彼に出番がなかなかなかったんだけど、宮崎来てね、やっぱり同じようなサッカーできてるっていうので、良くなってるところが、得点もね、取れてるよってのがあります。なんで、もしかすると、このままの活躍が続けば、J2 の皆さんからちょっと声がかかる可能性もあるのかもしれないな、というところはあります。というところでした。キレを出してますもんね。そしてここからワールドカップにも関わってくるお話です。はい。まずはマジョルカ。はい。久保建英選手ですね。まあ、レアルに戻るんじゃないかなって話もあったりはしますけど、さてっていうのはありまして。はい。で、今ね、なんかアギーレさんとどうなのかみたいな話とかもちょっと意外とハマってないみたいな話も出てきてるんですけど、あれ何？そうなんですよね。でも、ちょっと試合で見せつけたったんでしょ？アトレチコ戦でね。練習では、私は竹のことはあんまり好きになれなかったかな、みたいな。でもアトレチコ戦でね、活躍して、竹はいいねってなったんでしょ？そうなんです。ああ、いいじゃない、それで。なんかね、アギリスはどうやらクール系の選手があんまり好きじゃないらしいです。あ、もっと見せてこいや、飛び込んでこいやと。そう、熱だから、林大地系の選手とか、バンドさんみたいなタイプが多分好きなんですよ。おばんざい系の。そうそうそう。ちなみにその久保選手なんですが、今。挨拶をちゃんとするといいよね、そういう誤解される選手は。確かに。挨拶がギャグです。久保ですあざす久保ですってアギレの前で巻いちゃって。やってもいいかもしれない。で、YouTube ではね、挨拶してるシーンだとかも結構あったんですけど、おろーって僕から思います。で、元気でしょ、まず。まあですね。その久保選手はリーグの中で、チャンスを作ってるよっていう回数とかが、リーグ9位なんですよ。9位。この上にいるのはベンゼマとかしかいないので。なんで。ベンゼマって8人もいないでしょ？でもだからそのクラスね。そのクラスが。冗談です。すいません。はいはいはい。で、もちろんだから、ヨーロッパ全体で見ても、同じね、パリ世代とかの中で言ったら10決に入ってくるレベルだなってのがやっぱりありました。なんでやっぱどこのチーム欲しがる存在ではあるけど果たしてということですね。はい。続いて今度、フランクフルトの鎌田大地選手でございます。今年はちょっとね、苦しんだシーズンにはなってはいるんですけれども、後半戦になってだんだんね、ギアをググッと上げてきまして、ずっとやっぱりね、去年、一昨年ぐらいからミランが、ああね、噂はずっとありますよね。うん、そうなんですよ。去年のね、夏なんかはそのトッテナムに行くのか、ミランに行くのかとか、いろんなことが叫ばれて、結局ね、チームの内情とかもいろいろガタガタガタっていろいろした結果、移籍はなかったけれども、もしかしたら今年はってところがまたあるみたいなので、まあちょっと注目なポイントにはなってくるかもしれません。そろそろあれですよね。ミランとかもこう、マイチーム的な感覚でまた見たいなっていう気持ちもありますね。そうですね。イタリアのね、ミラノダービーがやってくるみたいなのもね、ちょっと日本に絡んでみたいですよね、またね。あるね。楽しみでございます。ですよね。そして今度はベルギーから新日本電、香川真司選手でございます。はいはいはい。これ、ごめんなさい。これを作った後で、シントトロイデンの試合がね、最終戦ありまして、ね、はいはい、原太一選手へのアシストが1個記録されたってところがありました。うん。ただ残念ながらシントトロイデンはですね、最終的に9位となりまして、プレーオフ進出はならず、進出としては終了ということになりました。そうか。なんで、香川選手としては、まあ、いわゆる6試合に出て、だいたい170分くらいですか、出たことになりましたけれども、まあ、果たして来季の去就はどうなるかといったところになるでしょうか。なるほどね。でもなんか来年もいそうな気はするんですけど、どうなんだろうっていうところですね。うん。やっぱね、ベルギーでもやっぱり香川フィーバーが起こったってところがあるみたい。はい。まあ、だから神戸にイニエスタが来たのとちょっと似たような感覚がどうやらあったらしい。このまま継続してくれたら嬉しいなって。そうですね。いっぱい見たいですよね、やってるところ。はいはいはい。という意味では続いて、はい。ラスト、本田圭佑選手でございます。はいはいはい。まあ今のところはね、選手としてプレーをしている状態ではないんで、まあフリーなんですけれども、どうやら選手として継続してやりたいっていう発言がどうやらあったらしいということで。いいじゃないですか。うん。なので、まあどこでやるのかって言われたら、次こそそれこそアフリカとか、もあり得るのかもしれないし、またその移動の観点から、それこそアジアのチーム、日本以外もあるかもしれませんがね。MLS っていうのはないんですかね。なんか今のところ出ないですよね。あんまりね、興味ないのかね。でもね、やっぱりその一部リーグで得点し続けたいってお話があるので、もしかしたら半年に一回いろんなチームまた渡り歩くみたいなこともあるのかもですけど。まあだからね、なかなか最近では、そのね、サッカー界の中の方ではなかなかニュースはないかもしれないけど、まあそろそろ仕掛けてくる可能性はあるかもしれませんね。ストーリーよね、新たなね。そうですね。追っていきたいところではあるかなと。どういった冒険を続けてくるのか。楽しみでございます。はい。ということで、チャンスクリエイター編の移籍の話、まず寿司10選でございました。そうですね。ずっと頑張って喋ってたんですけど、楽しい授業だったんですけど、お腹壊しちゃいましたね。どうしてですか？お腹壊れちゃいましたね。こんなんでいいですか？ありがとうございます。ありがとうございました。ということでございます。チャンネル登録、高評価ボタンぜひよろしくお願いします。お願いします。ということで、さあ、新天地いかなりますかということでございますので、皆さんもぜひこの後も魅力を応援していただきたいと思います。毎日やってます。1日3本出してます。サブアカもやってます。ぜひよろしくお願いします。そうです。我々は。ているんです。やったー。今日、クレイジー、チャンネルにまたお付き合いいただきたいと思います。井上真央でございました。野見里でした。先生、皆さん今日もありがとうございました。それではまた。じゃあね。